ちょっと時間を押してしまってすみません。なんとなくね、こう後ろからお客さんの後ろ姿見たり、いろんな人の出入り見ながらちょっと嬉しくなってしまってました。ちょっとね、ハチソニックということでですね、絶妙なパクリ感で銘打ったんですけれども、まあ名前はねちょっとおふざけなんですけれども、非常に真剣な夜です。こう個展会場、作品がね並んでるところで弾き語りライブを個展初日にやろうと、こう大体ねギャラリーとかでね作品展とかやるときっていうのはその当日とか前日にレセプションパーティーというものが執り行われるんですけれども、僕はあんまりこのまあ神戸とかね大阪とかのギャラリー周りのいやいいんですけど、ちょっと気取った感じのね個展とかそういうプロジェクトがあんまり好きではなくて、まあ僕のことをよく知っている方々は分かってくださると思うんですけれども、なんか面白かったらいいじゃねえかっていうところがありまして、で長いこと人前で歌を歌うっていうのをやってなかったんですけれども、弾き語りをやろうと、それをレセプションパーティー代わりにしようと思ったんです。で一人でやろうと思ったんです。一人文化祭っていうタイトルにしようかと思ったんですけれども、まあせっかくね、この作品たちに僕は僕の好きな音楽の人たちの曲を聴かせてあげたいというそういう思いがございまして、それでですね、気になっている人に声かけたらほんまに2つ返事で出ます出ますって言ってくださって、もう勢いとしてはね、体感としてはオファーする前に行きますって言われたぐらい早かったんですよ。なんか向こうの方が早く来たぐらいので、そう、絶対だから僕はトップバッターでやろうと思いました。で僕が、まあ、声をかけて出てくださることになった人々は自分の言葉を紡いで自分の体から出てくるメロディーにそれらを乗っけて、とてもこの胸を打つような表現をしている人々で、僕はメインの音楽では、音楽はメインではないんですけれども、同じものを作る人間としてとてもリスペクトして、すごいギャラが支払えるわけでもない、何十万人というお客さんが呼べるわけでもないんですけれども、僕のことを知ってるけど彼らのことは知らない、彼らのことは知ってるけど僕のことは知らないっていう人たちがそれぞれいい作品を見せることができればいいと思い、このような形でライブイベント初日を迎えることになりました。ハチソニック、トップバッター方よろしくお願いします。悲しいほどの
星空に天使の声がする諦めきれぬ恋でも夢は見ていたいのよ切ない片思いあなたは気づかない完全に忘れてしまったので、もうアカペラでもいいやって思いましたんで、はい、あたかもね、なんか意図的にやったかのように思いましたけど、そう、冬といえば、やっぱり木枯らしに抱かれてみたいですよ。僕、キョンキョンと結婚するつもりだったんですよ、中学生の時にね。本気で好きで、どうやったら会えるんだろうなと思いながら、なんか知らんまりでもそういうのも消えてしまいますよね。めちゃくちゃ好きでしたね。特にね、この歌が大好きでした。ギター聞こえてますね。聞こえてます。
流れればいい。固くなに閉じたこの手をそっと開いて、思いが解き放たれてくる、その時を祈ってる。いや今日もこの日もいつもそう思ってるんですけどね。でも思ったほど結果出えへんのやけども、あ、そう、最近僕ね、朝ね、必ずやることがあって、なんかええことを5個探そうと、ええことを5個探そう、あかん、嫌なことを探せ言われたら多分無限にそう探せられるんやけど、ええことね、例えば朝起きて空きれいなとか、そのレベルなんですよ。車を運転しながら、あの花きれいなとか、なんかそれだけでね、なんかその日一日のこうパラレルワールド、なんかめちゃくちゃいい方のパラレルワールドに入り込むのが分かるんですよ。溶け込んでいくというのがね、結構なんで怖いね、なんであいつはやねんとか、そんなことを探すのはね、人間全人類得意なんですけどね、ええこと探せ言われたらなかなか難しかったりしますよね。でもそんなに実は大層なことじゃないなっていうことを最近思いまして、ほんならとりあえず朝笑うんですよ。朝笑って過ごしてみたら、近所のおばあちゃんが大根くれたり、でっかい大根なんですよ。一人で食べきられへんって言うんですけど、あ、なんか得やなと思って、いいって思った方がね、いいなって思った方が得意なと思ってます。って言いながらね、明日の朝になったらまた違うことになる、違う自分がおったり、まあ人間やからね、しゃあないですよね。ちょっとやっぱり水飲んだ方がいいですよね。なんかこの喋った流れでさも、なんかそのトーク内容に近い曲が始まったらかっこいいなっていうのをね、いろんな人見ながら思ったんですけどね、水飲んだ方が僕はいいです。最近思うこととかね、喋って、なんかそれに近しい内容の曲が始まったらかっこいいなと思うんですけど、そう、とんねがおろさんねぞ。俺の場合はですけど。間違い探しの間違いの方に生まれてきたような気でいたけど、間違い探しの正解の方じゃきっと出会えなかったと思う。ふさわしく笑い合えることなぜだろう、涙が出ること君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ、その日から何もかも変
た気がした。風に飛ばされそうな深い春の隅で、退屈なくらいに何気なくそばにいて、間違いだらけの些細な隙間でくだらない話をくたばるまで、正しくありたいあれない寂しさが何を育んだだろう。一つずつ探し当てていこう。起きがけの子供みたいに君の手が触れていた指を重ね合わせ、間違いか正解かなんてどうでもよかった。瞬く間に落っこちた甘いもやの中で、君じゃなきゃいけないと我が強く思うだけ。何もかも変わり果てた気がした。風に飛ばされそうな深い春の隅で、誰にも見せない顔を見せて、君の手が触れていた指を重ね合わせ、間違いか正解かなんてどうでもよかった。瞬く間に落っこちた甘いもやの中で、君じゃなきゃいけないとただ強く思うだけ。ありがとうございました。万次郎くんがやってきた。ありがとうございます。忙してしまいまして、はい、全員揃いました。ありがとうございます。本当にね、めちゃくちゃ嬉しいですよ。いやもうだから、ね、トップバッターは皆さんを紹介したいっていう風に見せかけて、後でゆっくりみんなの音楽をただ聞きしたいだけなんです。それだけのことです。よし、じゃあ。ちょっと最後の曲はオリジナルの曲をやりたいと思います。ですね、もう7年8年ぐらい前に、ライブ切り絵をやった時に、切り絵の作品と、オリジナル切り絵の作品を作り終わった後にオリジナル曲をやるという試みをやりまして、2回ほどやったことあるんですけどもね、やっぱり表現をいろんな表現するのがすごい難しいなと思って、音楽するのはあんまりやってなかったんですけど、来年からできること全部やったのかなと思ってます。なんか出し惜しみするのが嫌やなって思って、コロナって知ってます？コロナ禍知ってます？知らない人いませんね。あれが済んで今イベントごととかが割と熱狂的になっている状態じゃないですか。僕多分戦後の復興の状況によく似てると思うんですね。闇市のあの中、よくわからない生めかしいこう熱量というかね、それで多分じっとしとったらあかんような気がして、特にこう表現する人間っていうのはそこで、そこはなんか何も考えんととにかく体を動かすっていうのがいいような気がして、なんかわかんないんですけどね、そういう意味でちょっと来年からはできること全部やろうと、切り絵だけに限らずいろんなことをねやって
なんかあの、まあ、僕はあの家族あの奥さん子供がいるわけじゃないので僕が守るものっていうのはないんですけども家族としてね守るものはないんですけど会計教室っていうものをやってて、まあ、彼らとの関わりもそうだし僕の仲間とか友人とかもひっくるめてなんかその人らが見て縮こまってるハッターを見せたくないというかで、まあ、本来縮こまってなんかないんですけどあのできることをなんかいろいろこう考えて今はこの時期早晶だとかなんかそういう風な自分がすごく嫌であのそんな変な感じにいつ何歳ぐらいからなったかわかんないですけどとにかくのびのびとやろうと思ってます。サンフラワーズフォーアルジャーノンという歌です。Suffer for him, suffer for her, suffer.
ここからはめちゃめちゃいいライブが始まります。余興は終わりでございます。作品はめっちゃ自信ありますよ。はい、まあ、こう転換の間にでもね、ちょっと見て帰ってください。で、明日、明後日とまたイベント、夜はイベントやっております。お昼間は入場無料でご提案やっておりますので、24日までよろしくお願いします。ありがとうございました。